熱い場でも先制決めた。二足抜きですいません。よし、いった、一本出した、ようやく一本出した。さあ、ボール、あ、で、ゴールデンウルブスは伊藤キャブ決めました。ファーストプレイ、怖いですね。そうですね、パワープレイで押されているという形ですので、なんとかディフェンス。伊藤、吉田、吉田、おー、このディスタンスは見事、今日2点目。もうでこの後の基準も早いんですよ、はい、早いですね。さあ、福岡クイックスタートした伊藤キャブの勝ち。九州ダービーの2回戦、これはピボット直す、呼び込み止めた、足元。さあ、福岡正体、伊藤、佐藤は切る、ウィングに預けた、鈴木決まりました、ようやく来ました。さあ、ここは稲本のキープから、また鈴木に託す、決まりました、試合終了、3、20